どうもです。私はですね、今マレーシアのクアラルンプールに来ております。まあ、それで、ね、ここは一人で旅行しておりまして、まあ、ホテルはねせっかくなんでこういろんなチェーンの、まあ、こう最高級ではないんですけども、まあ、三つ星四つ星とか世界のチェーンで、ね、泊まってみてなんかどんな感じなのかなっていうのを研究してるんですけども、次はねダブルツリーヒルトンに泊まります。そうダブルツリーバイヒルトン、先ほどまでガーデンインっていうねヒルトン系列泊まってたんですけども、そこにもちょっとランク上でも本気よりちょっと下みたいなねあのところで、以前那覇とかあとはバンコクで、ね、泊まったことあります。クッキーくれるんですよね。まあ、そこのヒルトンねクアラルンプどんな感じだったかっていうところをねちょっとレビューさせていただこうかなって日に思っております。というわけで今は、ね、グラブというタクシーで向かっております。まあ、タクシーというか白トクなんですけどもね、まあ、でも全然こちらのクアラルンプールとか東南アジアはね絶対グラブ使った方がいいです。ネット環境さえあればもうこれあればねタクシーで現金出す必要もないですしね、変にねどこだどこだとか迷う必要もないですし、もう本当にアプリによって旅行は快適になっております。というわけで今これで向かっております。移動は15分ぐらいなんですけど、だいたい300円とか400円とかそれぐらいで移動することができます。到着いたしました。ダブルツリーはここのねショッピングモールのおじさん案内してくれると思ったらあれですね。はい、Thank you。 というわけで、はい、こんな感じでダブルツリーは1階にロビーがあるみたいですね。それでショッピングモールの中に一部あるようでございます。それでまあ荷物持ってあげようかっていうふうに言われて、いやいいっすよね、ダブルツリーでもねそんなね対応してくれるんですね。それでまあ私はちょっと動画撮りたいと断ったんですよね。それで他のおじさんもついてきて、あそのおじさんついて、ね、案内してくれるのかと思ったら、まさかのスタッフルームに行くという、まあまあでもやっぱ東南アジアはでもサービスが全体的にいいですわな。というわけでチェックインはこっちっていう書いてるな。いやショッピングモールの中あるのはありがたいですけど、食べるところも多分あると思うんで、はい。それ結構ねプライオリティチェックインとかね、あのホテルチェーンだと航空会社と同様に用意してくれてるんですけど、結構もう機能してないですね。人がいなかったりとかそんな感じなんで、まあ普通のところ並んでチェックインしましょうか。一応私はプライオリティゴールドメンバーのはずなんですけどね。結構航空会社のスタッフの方もいて、うん、ヒルトンぐらい泊まれそうだなって感じがしますけどね。まあ、無事チェックインすることができました。まあ、それでやっぱりお決まりのクッキー、しかもあったかいんですよね。あの机から出して どこでねなんかそんなのあるんですよね。すごいですよね。だからダブルツリー面白いですよね。うん、他にはないサービスでね、ウェルカムドリンクなら分かるんですけどね。うん、いやこれいいと思います。差別化になってて、はい、というわけでいただきます。うん、結構でもしっかりしててうまいですね。うん、こう売ってたら200円ぐらいしそうな。で今回はオンラインチェックインすることができたの でその部屋がそのままだからアップグレードはなしかな。うん、それでまあ朝食もまあついて、あのゴールドメンバーなん でレイトチェックアウトも聞いたら2時までは OK っていうふうに言ってましたね。一応ねあのゴールドメンバーのこう紙みたいなのもらえるんですけど もうそこにも可能な限りレイトチェックアウトもねあのご相談乗りますみたいな内容でございました。はい、というわけでまあクッキーね、これ多分ここで全部食べきれないんで、あの途中まあちょっとね食べてあの部屋に向かいたいと思います。今は15時21分なんですけど、まあ普通の時間帯ですね。チェックインできる時間帯で、一応値段はここね7000円ぐらいで予約してめちゃ安いですね。それでショッピングモールなかなかあるんでね、多分僕も夜ここのショッピングモールどっかで食べるとは思うんですけども、でその今まで泊まってきたイビスとかヒルトンガーデンとかそういったのができなかったんで、陸のことだったんでね、いやそれできるんでかいですね。だからここのヒルトンも結構コスパいいと思います。ヒルトンでダブルツリーも今回は2505という部屋になります。はい、おお、あコネクティングルームですね。なるほど、それは残念だな。いやお前大丈夫か、うん、ちょっとうるさいんですね、あったら横に人がいたら。はい、それで部屋はこんな感じとなりまして、あ今までクアラルンプールでこの滞在でね泊まった中で一番大きい部屋でございまして、多分前回泊まったあのクアラルンプールね、あのKLセントラルにあるところよりもと同じぐらいの部屋の広さかなっていうふうには思いますね。うん、いろいろなんか置いてくださってますけども、うん、まあこういったなんか案内とか、あとはおこういったフルーツも、うん、特に今は旧正月なんで
こういったなんかちょっと漢字が書いてるようなものも置いてあって、ミレタイヤのやつですかね。部屋自体はねとてもいい感じで、マリオットとかと、うん、変わんないかなっていうふうな、うん、思います。マリオットの一番安い部屋ですね。それただちょっとディスプレイがもうちょっと大きかったらしかもねちょっと心苦しいのがパナソニックっていうね、うん、結構ね LG とかサムソンとかだとねもっと縁が、ね、広いやつ、まあでもパナソニックも多分新しいやつはねそういったのあるとは思うんですけどもね、うん、ちょっとそれが残念だなっていうふうに思いますね。はい、それで、あ、バスタブも、あ、バスタバない、うん、なるほど。こういったトイレとシャワーがあって缶は2つありますね。それでこちらのアメニティに関しては前回泊まったヒルトンガーデン、それでヒルトン本家とまあ同じような内容となっておりますね、うん、とてもいいんではないでしょうか、うん、それで眺めに関してはでも、はい、もうこういった、ま、向かいにはなんかタワーマンションがありますけどもね、はい、それでこっちから見ると高速道路があったりとかちょっとかっこいいなっていうふうには思うんですけど、ツインタワーとかここの部屋からは見えないようですね。というわけでここ一泊する予定でございますけども、残念ながらねラウンジあるっていうのは知ってたんですよ。だからラウンジある部屋ねアップグレードされるかなって、前回ヒルトン泊まった時はね一番安い部屋を抑えてたんですけども、してくれたんですよね。ですけども今回はちょっとなかったみたいで、ラウンジはね中は見ることはできないんですけども、まあここはラウンジあります。ダブルツリーでラウンジあるのって珍しくないですか？他にもあったりするんですかね。うん、全然初めて聞きましたね。タイもなかったですし、うん、那覇もなかったですし、うん、そもそもダブルツリーでラウンジを期待することってないとは思うんですけども、まあでも多分簡易的なね、ラウンジなのかなっていうふうには思うんですけど、もし入ったことある方いるのであればぜひとも教えていただきたいんですけども、はい、ここにまあ一泊します。まあね、ここはだからショッピングモールの中にあるっていうので、ちょっとホテル感っていうがないのがちょっと残念かな。うん。やっぱりね、ホテルって言えばロビーでなんかこうテンション上がったりしないですか？こんな天井高くて、ウォーみたいなね。僕は結構その傾向があるので、今回のなんかホテルによってはこういったショッピングモールの一部をねホテルにしてますよっていうところも確かに世界的にもいろいろあるとは思うんですけども、ちょっとそれはねまあマイナスポイントでもあり、まあでもね食事もショッピングモールがあるっていうことはね、そこら辺もブラブラできるっていうのでメリットでもありますけども、まあ皆さんどうですかね。はい、というわけでここ一泊する予定なんで楽しみたいと思います。はい、マレーシアなんですけどね、今ちょっと天気が悪くて、昨日もだったんですけども雷が鳴ってたり、この喋ってる最中に雷鳴らないかな、お、鳴った鳴った、自分は持ってるね。というわけで鳴ってますよね、聞こえますよね。ソニーのカメラなんで多分しっかり押さえれてると思うんですけども、とりあえず今日ねもうお腹減ったので、ここのレストランというかあるのかな、うん、ショッピングモールの中のどっかレストラン今から食べに行きたいと思っております。腹減ったな、朝から何も食ってないんだよな。一人でいたら食べるのがおろそかになるというか、めんどくさくなりますね。うん、妻とね一緒に行った時はなんか一緒にあそこ行こうかどうのこうのみたいな話をするんですけども、一人だと、うん、ダメですね、うん、というわけで雷も鳴って僕のお腹も鳴ってる、鳴ってはいないけどね、うん、そうでは行ってきます。はい、はい、それ地下のショッピングモール来てるんですけど、フードコートがありますので、こんな感じで普通に食べるところはこのショッピングモール内にあります。ただちょっとここに関してはローカルすぎて、まあ、ここら辺は美味しそうな感じがしますけどね、うん、なんかまあちょっと自分が食べたいやつを素直に今回はまあオフと思って選んで食べたいと思います。はい、ここのね千華ってレストランもあって、ここうまそうですね。日本人がおそらく経営してる、日本でも大きい会社が経営してるのかな、全然知らないんですけど、それでスタ丼とかないですか？大丈夫なんですかね、スタ丼まあ海外で食えばね多少はそういったのが問題ないということで、ここにしましょう。日本食が食べたくなりました。うん、まあ、あさって帰るんですけども、東京ラーメンセットとかもいいですね。醤油ラーメン、うん、唐揚げカレーもうまそうだし迷うな、うん、まあ、とりあえずここ入ります。だいたいこういう東京ラーメンセットで1000円とかちょっと高いですけど、まあまあいいでしょう。はい、というわけで定食東京ラーメンセットかな。まあ、ラーメンはねラーメン屋で食べた方がいいかもしれないですけど、まあなんかこういういろいろ食べたかったのでこれにしました。はい、お、海苔がサラダについてるぞ、うん、昔よくあった中華のなんかこうラーメン屋500円とかで、ね、提供されそうな、なんかそんなやつで懐かしい味がして美味しいですね。あ、久々日本食だな。
というわけでここでゆっくり美味しく食べたいと思います。皆さんこんばんは。すごい眠たいです。ちょっとねパソコンをいろいろやりすぎてだいぶねそんなにね仕事は進まなかったんですけども、疲れたなみたいなまあまあでも新しいねなことを今ちょっと挑戦してて、まあそれで時間の投資といいますかそういったのを、まあそんな風なかっこいいことにしときましょう。まあ、ほとんどネットサーフィンしてたんですけどもね。はい。これ、あ、そうそう、寝る前に、ちょ、これいいっすよ。これタオルみたいな感じでね、そう、今まで着たガウンの中で一番しっくりくるかもしれないです。そんなガウンなんで、ヒルトンのやついいですね。はい、というわけでね、今日はもうおねんねしておいと思います。というわけで、ちゃんと映ってますか？では、あ、今日は低くていいですね。というわけで、寝たいと思います。思いっきりジャンプしようか、ジャンプ。ジャンプ、くわ、おおはようございます。今ね9時でございまして、今日もねかなり眠れました。いやこのベッド結構いいですね。そんなにも柔らかくなく、でもめっちゃ硬いってわけでもなく、うん、なんかとてもいい感じで、どこのメーカーなのかなっていうのは非常に気になるところなんですけども、今日は土曜日の、まあ、朝でございまして、クアラルンプールもおそらくこうねゆったりした朝を迎えてるんではないでしょうか。というわけで今からね朝食行きたいと思います。ゴールド会員だと、だから朝食もついてくるということなので、いや、最高ですね。7000ぐらいのね、ホテルでございますからね。いや、ダブルツリーなんで、ちょっと楽しみです。というわけで、今から行ってきます。朝食はここの11階のね、マカンキッチンでどうですね。こういうのを貼られてますね。ブレックファースト、わかりやすい。朝食のとこ案内してくれました。ダブルツリーになるとあれですね、ちゃんと案内してくれるんですね。セヒルトンオーナーズ会員ということで、そこの専用の、まあ場所はあまりそんなに良くないんですけどもね、それでやっぱり静かなところね、やっぱりこう会員の人たちなんで、まあ一般のお客さんとはまた違ってね、よくこのヒルトンを知ってる人なんで、まあそっちの人同士固めてみたいなね、感じにしてくれます。はい、今から、ね、ちょっと朝食を取りに行きたいと思います。やっぱり土曜日の朝ということは、騒がしい人が多いですね。お、これもフルーツがとても美味しそうです。白い煙を出してます。それで、まだ。それではいろいろ取ってまいりました。パンと、まあまあこれまだ1回戦目ってことなんですけど、まあ、野菜とパンと、あとはこんな感じでアイスカフェラテ注文したらこんな感じでおしゃれになってきました。いや、いいですね。ああ、というわけで、まあやっぱ野菜っすね。結構フレッシュな野菜もあってね、いい感じ。髪のストロースね、どこも。なんか最近ここ1年でめっちゃ変わりましたね。あ、うまい。あ、ええな、これ。朝食自体は、日本食はね、なくて、インド料理、まあ、マレーシア料理、あとはアメリカンのやつとか、そんなやつで、まあ、特になんか多いってわけではないですけど、まあまあ、でも十分楽しめるレベルですね。じゃあ、今日土曜日の朝。ということで、まあ、別に私は関係ないんですけど、まあ、ちょっとゆったりしたね、ひとときを過ごそうかと思います。食
食事も食べ終えまして、今ねプールちょっと見てきました。見てきましたというか今から見ます。はい、日本語化したですね。で10階にね位置するんですけども、はい、このようなプールとなっております。まあそこまで大きくはないというか、あ、こっからあれだな、ツインタワーが見えるな、うん、もう本当にランドマークですね、マレーシアの。それを見ながら、ね、泳ぐこともできるということもありまして、ただまあそんなにも大きくないので、うん、まあ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 一応ありますよっていう感じですね。でもただここはビルですからね、その中にこういった10階という中途半端な中にあるとはちょっと驚きですね。なるほど。それでジムもこちら、あ、レストランとかもあるんですね、ここに。あら、こっちか、行けるなちょっと見えるか分かんないですけど、ジムもちゃんとねこういう風なものが用意されて、何人かちょっと運動されてたりしますね。ぜひともね、あの皆さんここ来ることあれば、こういったところにも、もう今の日本は 2月ですけども、プールちょっと寒いかもしれないですけど入ることはできますので、うん、全然いいと思います。贅沢ですね。まあ私は入らないんですけどね。今変な体勢になってますけども、クアラルンプール1時45分となっております。一応ここにも時計がありますけど、ヒルトンの方にもなんかこの時計あった記憶があるな。なんか変なやつね、なんか押したら音楽なるのかな、うん、というわけで、あのここね、あのずっと結局朝ごはん食べてからダラダラしてたんですけど、やっぱいいですね。2時ぐらいまで滞在できると。まあ3時まではできなかったんですけど、今日はね、やっぱ土曜日ということで多分お客さんも多いんでしょうね。今からね、もう時間もないので、あのエレベーターも結構すぐ来なかったりするんでね、あの今からチェックアウトしてみたいと思います。外でまた総括についてお話しします。無事あのダブルツリー、あのチェックアウトすることができました。やっぱりこうレイトチェックアウトになるとね、チェックアウトのお客さんでやっぱ10時とか多いじゃないですか。12時とかね、ギリギリまでいようとして。それのもずらせるっていうこともあって、かなりね、やっぱり満足度は高いですね。うん、それでまあここね1泊まあ8000円とかそれぐらいで、まあ朝食もついてレイトチェックアウト2時までなんかさせてくれたんで、すごいコスパ良かったなというふうには思います。まあ、なんで普段まああんまりこうクアラルンプール来た時、いいホテル、あ、まあホテルはこだわらないよっていう人がいるのであれば、クアラルンプール多分あのホテル滞在自体がいい観光の一つになると思いますね。高級ホテルに安く滞在できるっていうねメリットがあります。このダブルツリーぐらいあの泊まってみてもどうでしょうか。それでまあ普段わりかしねいいホテル泊まってる人であれば、ダブルツリーじゃなくてね、もっとねあのいいホテルも安くあの泊まることができるので、5つ星ホテルがだから2万円以下とかね泊まることができるので、なんかね今まで泊まったことない4シーズンとかねいろいろありますから、マリオットもありますし、リッツカルトもありますし、まあねぜひともねそういったタイミングで泊まってみるのもいいかもしれないです。まあ私今までこうマレーシアずっとねホテル点々と3泊ぐらいいろんなホテルしてたんですけど、今回はまあ4つ星ホテルぐらいのあのクラス予約しました。このダブルツリーが一番良かったですね、うん。ですけどもまあやっぱりショッピングモールの中にあるっていうので、ちょっと中途半端かなっていうのは正直思ったりもしますね、うん。まあ次来ることがあるのであれば、まああんまり泊まる機会はないのかなっていうふうには正直思ったりねあのしますね、うん。最後になるんですけども、私ね今日あのチューンホテルっていうねクアラルンプールの空港第2ターミナルにあるね、まあ、LCC ターミナルなんですが、明日 AirAsia であの帰りますので、空港でねあの1泊してまあ帰国するっていう感じになりますので、まあ、次の動画もねあの撮ろうと思ってますので、うん、もしよかったらまあ見てくれたら非常に嬉しいです。まあ、この動画面白かった、役に立ったって日はぜひとも高評価チャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、ブログやってますのでフォローでチェックしていただけ非常に嬉しいです。今回はねダブルツリー泊まりましたけども、まあ、世界のいろんなホテルのチェーンにこう泊まってねあの紹介していきたいなというふうに思っておりますので、まあ、チェーンは良くも悪くもあんまりこう現地にローカライズされずに、どこも同じような感じの作りになっているところが多いので、まあぜひともね皆さん楽しんでいただければと思います。まあ、こんな感じで今回はダブルツリークアラルンプールとあるところね泊まってみたという動画でございました。それでは。